宝石学者ドクターアヒマディが世界の宝石産地を旅する麗しの宝石物語。私が見せたいのはこれなんですよ。はい、日本語。今回は海から生まれる神秘の輝きを求めて中東ドバイへ。すごい、すごい、すごいね。美しい海を舞台に繰り広げられる真珠の誕生物語、早速ご案内しましょう。宝石、それは地球が何億年もかけて作り上げてきた人類への贈り物。そこには悠久の眠りから目覚めた宝石をさらなる輝きへと導く物語があります。さあ、まばゆいきらめきの世界へ、麗しの宝石物語。海から生まれる宝石真珠。真珠には2つの種類があり、核を入れ人的に真珠を作り出すものは養殖真珠、貝が自然界で偶然に作り出すものは天然真珠と呼ばれています。今回のお目当てはもちろん天然真珠。希少な上に養殖にはない上質な輝きを放つため高額で取引されます。そんな天然真珠を調査するのはウイグル出身の宝石学者ドクターアヒマディ。北京大学と京都大学で地質学を専攻した後、世界の宝石鑑別機関で研鑽を重ねた超エリート。現在は日本を拠点にまだ見ぬ宝石との出会いを求め世界中を飛び回る日々。皆さん、今回ですね、私が天然真珠を探しに来ました。なんとね、私来てる場所はですね、想像できますか？これはドバイです。アラブ首長国連邦を構成する首長国の一つで、ペルシャ湾に臨むドバイ。かつては小さな漁村だったが、イギリスとインドを結ぶ貿易の要衝となり発展。近年は中東金融の中心都市として多くの高層ビルが林立。その景色は中東の摩天楼と称され、世界有数の観光地になっている。50年前はなんと砂漠だったので、ここは今一新変わったんですね。でもこの国には素晴らしいものがあります。天然真珠です。アラブ首長国連邦のドバイ。ちょっと意外ですが、ドバイが面するペルシャ湾一帯はアラビアンパールの産地として知られ、質のいい天然真珠が取れるんだそうです。そのあたりの事情を日本の専門家に聞いてみましょう。やってきたのは東京御徒町にあるこちらのお店。真珠の品質には定評があるパールの専門店です。こちらパール清和は国内屈指の真珠専門店。アコヤ真珠や白蝶、黒蝶真珠、ケシパールなどあらゆる真珠が世界中から集まり、その数およそ数万点。パールマスターと呼ばれる真珠の目利きによって厳選された極上の真珠が並ぶ。ペルシャ湾の天然真珠はどんなものなんですか？主にアコヤ貝からの産出する天然真珠と言われるもの、これはもう希少性においては群を抜くと思います。ジュエリーの品質として云々するよりも、その経過の中で天然で生まれたものが、何百何千の貝の中から数ピース、発見されるというだけで、そこがもうその価値が伴ってくるというか、大変珍しいものになってくるんじゃないでしょうか。日本にはあるんですか？はい、これはもうヨーロッパとかあちらの諸外国のコレクターの方たちの元にほとんど行ってるんじゃないでしょうか。日本には特別なルートを持ってる業者さんが一部扱いはあるようですが、それはごくわずかですし、またその天然真珠ということが認定を受けるとすごい価格での売買になっちゃうんですね。日本にはほとんど入ってこないという天然真珠。そんな世界最高峰の真珠にアヒマディ博士は果たして出会えるんでしょうか。今私やってきたところはですね、なんとこのドバイで一番古い建物の前に立ってます。この中には今博物館になって
真珠の歴史をこの中から勉強できそうです。今から私がですねこの中に入っていって、あの天然真珠はどうやって取ったかですね、その歴史を探ってみたいと思います。こちらは1787年に作られたアルファフィデ要塞を利用した博物館、ドバイに現存する最古の建物だそうです。ご覧ください、もういきなりですね船が出てきました。最初に見つけたのはこちらの小舟、かつてはこの船で真珠漁に出ていたそうです。これはやはり1000年前に真珠を採取するための船ですね。また小さい船、数人単位のものからもう10人単位の船も全部あります。小さなものから大きなものまで展示され、かつてこの地で真珠漁が盛んだったことが分かります。中に入ってみます。要塞を利用した博物館の中にはドバイの歴史に関するさまざまな展示が。この方は本物かと思ったらマネキン。リアルな展示でドバイの歴史を分かりやすく伝えています。わすごい、これはもう海の感じじゃないですか。ほら見てください、これはやはりですねあの世界の海に出てこの船で真珠を取ってくるわけです。やはりこの大型の船を作ってる雰囲気ですね。これこれ、私が見せたいのはこれなんですよ。アヒマディ博士のテンションが徐々に上がってきましたよ。ってことはこれ真珠にまつわる展示ですね。人がですねやはりこれが上にある船から潜ってですね日本のロープをつながってですね海の海底に沈んですね、これ天然の貝殻を採取しようとしてるんです。なんとね首にバスケットをつけてこの野生のアコヤ貝ですね、そういう貝殻を取りながらバスケットに入れて上に上がるわけです。見てみるとわあ、これは少なくとも3メーターぐらいありますね。いやこのぐらいの深さは私できるかな、私にできるかなってやる気なの、アヒマディさん。それはさておき、天然真珠はわずかな道具と人力だけで海の底から発見されてきたわけですね。この海の下で取ってる貝殻です。この貝殻見てですね私が感じたのはですね、ここではですねなんとこの種類はですねあのアコヤ貝の親戚です。野生のアコヤ貝です。このアコヤ貝はこの暖かい海の中で生息しながら真珠をどんどん作っていくわけですね。宝石とはいえ真珠を作り出す貝は生き物なので、真珠がきちんと育つにはそれに適した環境が必要なんですね。ほら見てくださいよ、これこれ、私が見たいのはこの天然真珠ですよ。いやーこれですねまた海に入って発見したいんですけども。